それでは、お昼から2部を始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ロマゾリンと言いますが、午前中は約6時間ほどやらさせてもらって、昼からも、日が暮れるまで日が暮れるまでやりますね。さっき、お昼食べましたらすごく眠くなりまして、裏の方でうとうとしておりましたが、してましたね。頑張って、約30分ほどですね、やりたいと思いますが、ブルーグラスさんの前に、こてこてのフォークソングを、30分ほどお届けしますので、聴いていただきたいと思います。朝露のように消えてしまった、輝く光の中に君だけがいない、さようならも言わないで行ってしまうなんて、風を伝えて愛していると、最後のこの思い、砂に描いた絵のように儚い恋だった、波と戯れていた君だけがいない、さようならも言わないで行ってしまうなんて、風を伝えて愛していると最後のこの思い、空が青すぎるのだよ、君はもういない、何も変わらないのに君だけがいない、さようならも言わないで言ってしまうなんて、風を伝えて愛していると最後のこの思い、黄昏の光のように消えてしまった、夜の縮間の中に君だけがいない、さようならも言わないで行ってしまうなんて、風を伝えて愛していると最後のこの最後のこの思い、
この思いという歌でございます。これもあのブルーグラスの曲ですよね。厳密には違いますけどね。あのトンパクストンっていう、あの、うん、はい、石川秀美でしたっけ、あの動物園に行こうよみんなで行こうよっていう曲があるんですけど、子供が歌う曲があるんですけど、あれを作った人と同じ人が、あ、そうなんだ、はい、作った曲ですね。私はもうねからフォーク好きなんですけど、彼と一緒にこうやってグルあのしてたらね、あの、昔のフォークソングはほとんどブルーグラスのパクリだということで、ね、あの高田渡さんなんかよく昔歌っておりましたが、ね、もうほとんどがねあちらさんのアメリカントラットの ね曲を付けられておりましてね、もうびっくりするような感じで、ね、びっくりしますよね。後で知った時の衝撃、ね、作詞作曲高田渡って思いっきり書かれてるのに、午前中歌ったね生活の柄なんかも ね, ねもうまるっきりそっくりじゃないか。フェナインボーンっていう別の曲ですから ね全く似とるやん。そんな感じでございましたね。歩き疲れてはがね、You will miss me when I'm gone に変わるわけですからね。ああ、そうだな。こ、はい、れはな、やっぱしな。午前中はね、38,500名ほどいられたんですが、午後からはね、お昼、まあ、ちょっと今少ないですね、35,000人ぐらいですか。3万5000人、どう見えてるでしょうね。これから続々とおそらく増えられると思いますけどね、はいはいはい、遠巻きに見られてる3階席のお客様もね。どこに3階席があるんだろうか。こちら、聞こえるのかな、あちらから、ね、そこよくわからないですが、おそらく音楽をこう、ね、奏でておれば、おそらく、近づいてこられると思いますが、はい、あまり近づかれたら、ね、ロマン柏原60になってますんで、ちょっと加齢臭が激しゅうございますから。こんなね、あのおじさんでもセラとかあんな方行ってね、あのラベンダーの花畑に囲まれてよく歌ってるんですよ。歌ってますよ ね毎年 ね。ラベンダーの香りが勝つか、加齢臭が勝つか、いつも競争しておりますが、はい、ねえ、ええ勝負でございます。どんだけきついですか、その加齢臭。これやろうか。こぼれた明かりに浮かんでは消えていったタンポポの花、人恋しくて途中下車、降りた無人駅、振り返ればれ星が光ってた、行く当てなどない谷間の小さな村、暗い田んぼの向こうに廊下の明かり、裸電球の下、こたつを囲んで家族みんなの夕ご飯、明るい声、人恋しくて途中下車、降りた無人駅、振り返ればれ星が光ってた。ひろくん、最終列車が着いて降りたお父さん、迎えに来た子供たち、手をつないで誰もいなくなった駅、冷たい
ホームのベンチ、明るい東急列車が通り過ぎてゆく。人恋しくて途中下車、降りた無人駅、振り返ればレールに星が光ってた。振り返ればレールに星が光ってた。たまりませんね、本当ね。ありがとうございます。彼ともうグループを組んでね、もうどのくらい3年、4年ぐらいですか、ね、よくわからないぐらい経ってますね、もう。最初はね、お手伝いしてくださいって言って頼み込んでしとったんですが、なんとかね、私みたいなじじいと、グループを組んでもらってね、非常に私嬉しく思っております。ただね、困ったことに、まあ僕たち結構喋るじゃないですか。先ほどのブルーグラスバンドみたいにストイックにやるっていうタイプとだいぶ違うんで、そうするとこういう感じでずっとライブやってると看板に書かれるんですよ。ちょっと大きいホールになると、ロマン柏原&マイドリン、トーク&ライブって、トークが先に来るんかいみたいなね、感じで何回かありましたね。喋りが、先なのか、演奏が先なのかわからなくなってしまう。こんなん武田鉄矢と僕らぐらいですよね。1時間で3曲しかやらなかったこともあります。ありますね。自慢じゃないけど。でもね、今日本当天気が良くなって本当良かったですよね。良かったです、本当。午前中にやった曲をちょっともう1曲、1曲やりたいと思いますが、午前中おられた方いらっしゃいますか。何人かは、はい、お一人でですか。よし、じゃあやろう。ね、若者とお年寄りの違いについて歌った歌がございまして、18歳と81歳の違いについてという歌をちょっと歌ってみたいと思います。はい。お年寄りの方はおられますかね。気をつけていただきたいと思います。この歌詞を読んでいただいてね。はい、じゃあ行きます。道路を暴走するのが18の頃なら、その道路を逆走するのが81歳。気をつけちゃいけんですよ、高速道路ですしね、ここね。心が優しく脆いのは18歳、体の骨が脆いのは81歳。ちょっと訴訟症なんかね、正直です。2階席のおばあちゃん大丈夫ですか。偏差値が気になって仕方ないのは18歳、血糖値がいつも気になるんだ81歳。これは私も気になります。本当に受験戦争と戦っていたのは18歳、アメリカさんと戦ったのは81歳。まことそうですよ、人に歴史ありですね。そうそうそう。甘い恋に溺れるのが18歳、お風呂で溺れてしまうのが81歳。お風呂入るときはきっちりカバチを持ってゆったりと入りましょうね。まだ何も知らないのが18歳、もう何も覚えていないのが81歳。まこと東京オリンピックに出たいと思うのが18歳、
東京オリンピックまで行きたいと思うのが81歳、あと4年、あと4年ですね、頑張ってください。85歳になっちゃいますね。そう自分探しの旅を続けているのが18歳、出かけたままどこ行ったかわからなくなっているのが81歳。いろいろ問題が嵐というと松本潤を思い出すのが18歳、鞍馬天狗の嵐勘十郎を思い出すのが81歳。はい、ありがとうございました。真剣にうなずいて聞いておられてどうもありがとうございます。嵐勘十郎って誰ですか？ねえ、やっぱり、ね、40代の40の方はやっぱり分からないよね。もう僕分からないです。多分おそらく今日のステージの、お客様おそらく8割方ご存知だろうな。そうですかね。そんなことないね。嵐勘十郎といえばね、有名ですよ。ねえ、ねえ、知ってますよね。松本潤より嵐勘十郎みんな知ってる方の方が多い。さほどの反応はないみたいですけどね。誰だろうって顔されてる方も多いですけど。はい、はい、それではね、もう一曲ちょっとオリジナルをいきたいと思いますが、もう彼岸も過ぎましてね、実は、彼岸に作った歌でございましてね、はい、家族全員でちょっと墓参りをしようた時に、浮かんだ楽曲でございます。プライベート丸出しのやつですね。そうでこの歌を歌ったらどこかお線香の匂いが漂ってまいります。そんな歌でございましてね、そこには僕がいたっていう歌をちょっと歌ってみたいと思います。眩むような日差しを受けると、あの頃の僕がいた。そこには家族みんなの姿が、湯気の団らん、父さんは背中を揺らしながらプロレスを見ている。あったかいご飯の湯気が見える。昭和の香りが漂っていた、そこには僕がいた。静かに手を合わせた、あなたの愛した僕の息子はこんな可愛い嫁をもらった。柔らかな日差しにコスモス揺れる、父さんの笑顔秋空にふわり、そこには僕がいた。そこには家族がいた。
ロマドリンの、コンサートも佳境に入っております、はい、ね、あとアンコールを含めて2曲となってまいりました、うん、皆さん、意味が分かりますか次の歌が次の最後の楽曲で、終わって立ち上がります。どこからともなく、ね、むしろのおばあちゃんでも構いません。どこからともなくアンコールと言っていただければもう1曲やるという、そういうあのシステムに、システムですね、完全に。よろしくお願いしますね、うん、今の話は聞かなかったことに、聞かなかったことにするんですか心に秘めておいて、ね、今さら、はい、そしてここで、素晴らしいスペシャルゲストの方をお迎えしたいと思いますが、はい、新井さん、はい、新井さん来ました、来ました、もうこの日のためにここで働いてるとしか思えない、大浜パーキングの主でございます、ここの店長ですからね、責任者ですからね、今の中で揉め事が起こっても責任者出せって言われてもここにいますからね大変でございますね。ちょっと準備がありますね、はい、こんにちは、あ、入ってますね、多分今日は何もないと思いますので雨も上がって良かったと思います。皆さんのおかげでございます。いや、良かったですね。もうちょうどあのスタンプラリーも盛況じゃないですか。スタンプラリーですね、本当、バンジョーという楽器が、加わりまして賑やかに、やりたいと思いますが、はい、それじゃあ、ね、本当残念なんですが最後の楽曲歌わせてもらおうと思います。海に向かって、私は一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。壊れる世界を止めよう、終わりません。何が私にできるというのでしょうか。私は一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。思いを止めようもありません。分かっているのにどうにもできないのです。ひろこん、一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。流れる涙を止めよう、終わりません。それでも、それでも、それでも、精一杯生きたいのです。
なんかこの乱れた感じのアンコールがすごい微妙なんですけど。本当いいんですか？いいんですか本当に。曲があるかな。再び、歌い始めて。ね、再び歌い始めて21年になりますが、業務連絡になりました。店長から。これこの間ちょっと僕告知していいですかね。はい、明日広島市、中区金山町資産ホテルの裏に、まあ、ケンタウロスっていうライブハウスがあるんですけども、そこでね、あのピート・デナヒーというあのオーストラリアの、ブルーグラスミュージシャンの人と、ライブしますので、見に来てください。7時からです。はい、ありがとうございます。オーストラリア、ね、オーストラリア、はい。でちなみにロマンさんの CD も何曲か、まあ、彼がバイオリン弾いてもらってるんですけど、そうなんですね。そう、松本モンさんもね、あの、うん、ナタシャセブンおられました。バンジョー弾きの、嬉しいですよね。ね、CD はもう少し待ってくださいね。もうちょっと待ってください。もうちょっとあのしたら多分そこの浜で葉っぱ一枚で写真撮るはずなんで。写真集も出ますから。はい、そんなわけでございまして、はい、昔懐かしい、景色を歌った歌でございます。路地という歌を歌います。路地は僕らの遊び場だった。自動車を避けて自転車を避けて、よその窓ガラスを睨みながら大声出して遊んでた。思い切り叫ぶ甲高い声は戸口を破り響き渡る。家の中からの叱り声とぶつかりながら日暮れまで。路地は僕らの遊び場だった。缶蹴り陣取りビラマコマヒロコン。呼ばれて消えてゆく。お袋に呼ばれ学校に呼ばれ、やがて自分の名前を呼んで消えてゆく。まっすぐ伸びた細い路地を、路地は僕らの遊び場だった。缶蹴り陣取りビー玉コマ、缶蹴り陣取りビー玉コマ。ありがとうございました。店長がもう一曲やれと。じゃあ申し訳ないです。もう一回やる、もう一曲やりますね。店長の命令は絶対です。そうですね。なんせ責任者ですからね。責任は全部負ってくれるんで安心です。あれでしたね。あのこの曲はリクエストがあったので、鈴木さんという方、因島の方からリクエストがありました。ありがとうございます。ありがとうございます。
まる。涙の夜もある。長い人生ならさよきに行こう、陽気に行こう。どんな時でも陽気に行こう。苦しいことはわかってるのさ、さあ陽気に行こう。ひろくん、嵐吹き荒れても望み奪われても、悲しみは通り過ぎゆく、日も輝くだろう。陽気に行こう、どんな時でも陽気に行こう。苦しいことは分かってるのさ、さあ陽気に行こう。原さん、恋は嬉しいもの、別れは辛いもの。人生は長いもの、君は幸せもの。陽気に行こう、どんな時でも陽気に行こう。苦しいことは分かってるのさ、さあ陽気に行こう。ひろくん、ラスト。